んにちは、ゆうこです。こんにちは、こうかつです。はい、今日は教えて〇〇コーチ、ということでこうかつコーチに来てもらいました。はい、はい、今日はですね、こうかつコーチも得意なロブについて教えてもらいたいなと思います。はい、はい、お願いします。今日はバックのロブ、バックのロブ、はい、のもうバックのロブは結構打てるんだけど、はい、さらになんか試合でもっとこう有効的に使いたいとか、もう一歩レベルアップしたいみたいな、ちょっと騙すみたいな。あ、そうですね、はい、っていうのを教えてもらいたいなと思います。はい、はい、では行きます。レッツゴー。おー、よし。月曜日はプラクティスメニュー、練習メニューの大辞典。火曜日は体塾、バドミントンの体の悩みを解決しちゃうよ。水曜日はゲーム箱、コカキアの選手コーチのプレーをたくさん見てね。じゃあバックのロブのポイントっていうんですかね、はい、はい、教えてもらいたいです。特に上級の方は、はい、ラケットを引きすぎない、はい、あ、引きすぎない、引きすぎない、確かに上半身と、まあ、下半身から、ね、まあ、上半身で言って言ったら、まあ、ラケットを引きすぎない、まあ、まずラケットを出してまいて、はい、で引いてこう打ちがちなんですけど、うん、確かに最初はそうですよね。そうですね、うん、これでいくと上手い人だと、はい、ここの時点でもうヘアピンないなって思ってバレちゃう。はい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 、でなんでまずは出したとこから、はい、前お押すだけ、押すだけ、へえ。でその時に押すだけだと飛ばないよっていう人が結構いると思う、はい、はい、飛ばないです。ポイントはここから手首をなるべく力入れずに、はい、よくはラギングバックって、はい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 、ここから出すだけで、手首の力を入れてるとこのままラケットも動く。ああ、棒みたいになるってことですね。棒みたいになって動くだけなんで、はいはい、ラケットもこれぐらいしか動かないんで飛ばないんです。はい、マイクの動画スローとかで見ると結構こういう感じで、はい、なってます。動いてるんです、手首動かしてるわけじゃないんですね。引いて上げてるっていうのは、はい、もう前に出すだけで勝手にこうラケットがすごいっていう感じで、はい、力抜いてて打つ瞬間に、まあ、ちょっと肘曲げてて肘を伸ばすって感じです。おお、なるほどなるほど。ここから置くのと、はい、はい、出すのと、はい、置くのと、確かに分かんないですね。聞かない。おお、1個目ですか。はい、1個目。木曜日はココバド、学校のバドミントン事情を一挙紹介。金曜日は日本一への道、チームコカケアの活動を応援してね。日曜日は日本一への道、選手に挑戦待ってます。2個目は、はい、まあありがちなんですけど、はいはい、足をしっかり入れる。あ、でもめっちゃ大事ですよね。これはもう、なるほど、はい、初級の方でも、はい、中級の方でも、はい、上級の方でも、はい、一緒です。オッケーです。結局さっきの、はい、このやつも、はい、足が入ってないと、うん、肘伸びちゃったから、あ、はい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 、入ってないってなって、はい、この状態でペイント見ようとしても、はい、無理無理。うん、なんでやっぱ足しっかり入れて、このなんていうんですか、ちょっとはい、空間がちゃんとできるように伸びて、ちょっと曲がった状態で、はい、こう体が入るような感じで、はいはい、切って置くか上げるかっていうのが出てくるんで、確かにコータさん足しっかり入ってますもんね、いつもしっかり、はい、しっかり足を入れる。おー、なるほど、大事、はい、そこですね。じゃあ2つ練習するときは、はい、じゃあまずしっかり足を入れるってことと、はい、力を抜いてです。じゃあこれはノックとかでまず練習していくといいですかね。そうですね、まずはもう分けてやったらいいと思うんで、はい、上半身はこう立って、はい、この辺に手で投げてもらって、はい、この動きだけ、はい、
でも人に見てもらって、はい、こうなってないとか、まずはロブだけとか、はい、今度はヘアピンと交互にとか、で多分自分でやってもなかなか難しいんで、確かに人に見てもらって、はい、聞いてるよとか大丈夫だよとかっていうのをやってもらうといい。わかりました。実際皆さんもノックなのでまずは練習してみてください。小田さんコーチありがとうございました。